はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ゆいの家ズボラグリーンシェフのこうちゃんです。今回もご視聴いただきありがとうございます。では早速今回のお題に行きたいと思います。今回のお題は斑入り植物の王道モンステラデリシオサタイコンステレーション、そしてボルシギアナホワイトということでお送りしたいと思います。今回の動画は細かい説明をするのではなくて、眺めてめでながらすでに愛好家の方と一緒に楽しみ、または今後購入を検討されている方の参考になれば幸いだなということで撮影をしております。ちなみに今映っていますこちらはですね、モンステラジェードシャトルコックの斑入りになります。まあ、結構ね特徴的な歯を持つジェードシャトルコックですが、こちらの斑入りについてもどこかでまた撮影してみたいなと思ってます。それまでお楽しみに。それでは行ってみましょう、どうぞ。はい、今回の流れは1デリシオサタイコンステレーション、2ボルシギアナホワイト、3、2つを見比べてみようというような感じでいきたいと思います。はい、では1デリシオサタイコンステレーションに入っていきたいと思います。まさにタイコンステレーションの特徴といえば、このようにですね、白い絵の具をパッとこう飛び散らせたような、葉全体に飛び散らせたような、これはバラフ、このバラフがね特徴的です。しかもそのバラフも白色だったり、このようなねクリーム色だったりといったものが基調になって、緑色との葉のですねコントラストが美しいです。とても綺麗ですよね。このクリーム色っていうところもいいのかもしれません。まあ、非常にですねこちらの、タイコンステレーション、親株がハイレベルで、その親株から株分けされたものなんです。ハイレベルな証拠にですね、今出てる新芽などもここに出ておりますけれども、ほぼほぼですねクリーム色で染まっているような感じです。若干ですね、若干このように、緑色が入ってきておりますけれども、とてもですねクリーム色の面積が多いかなというような新芽ちゃんが出てきております。綺麗ですよね。これまだ樹齢が若いんですけれども、このようにですね樹齢が若くてもこのような穴が入ってきたりとかしますね。そしてこの葉の成熟が進んできますと、だんだんこのようになってきます。このような不規則な美しい切れ目がですね入ってくるようになってきます。または穴がねくっきりと開いてくるような、これなんかは切れ目というよりは穴ですもんね。とても綺麗です。本当に誰かがね造形したんじゃないかというような、本当すごく綺麗な模様と綺麗な形をしたタイコンステレーションですね。これね好きな方は本当一発でねこのタイコンステレーションに決めちゃうんじゃないかなっていうぐらい面白い植物ですし、綺麗な植物だと思いますね。まあ、私はですね最初にこっちを買ったのではなくて、最初はボルシギアナの方を買ってるんですけれども、まだねこちらの魅力も良くて、やっぱりタイコンステレーションも、買ってしまったというような感じですかね。それでは、次ボルシギアナホワイトに移ってみましょうか。はい、それでは2ボルシギアナホワイトに入っていきたいと思います。モンステラアダンソニーに斑が入ったものになるんですが、まあおしゃれな空間演出には欠かせないですね植物の一つになります。観葉植物ファンにとってはですね、まあ、本当一種の登竜門だったり、またはね憧れだったりするボルシギアナホワイトです。もう本当ね私にとってはまさに憧れだった植物になります。白斑やね寄付が散りばめられた、ランダムに散りばめられたこの表情がですねとても好きです。綺麗ですよね。本当にこのような、白に光が反射した時ですね、葉脈もくっきりとこのように浮かびながらですねパールホワイトに見えたりすることもあるんですよね。葉水などしたらですねより綺麗に見えたりします。本当にねいろんな表情がそれぞれの葉に出てくるので、
とても綺麗ですね。まあ本当個人的な話をしますと、私はこのボルシギアナホワイトの方が若干軍配が上がるかなと。タイコンステレーションに比べるとですね、こちらのね株よりもね若干こっちの方がハイレベルなんですね。こっちすごいですね、本当にね斑が入ってる面積の方がほとんど多いといった葉が結構見られます。とてもねハイレベルな株になりますね。これなんかはですねとても特徴的です。ほぼほぼフルムーンと言ってもいい状態に近いんですけれども、ちょこっとだけですねこのようにまだら模様になっているといったような感じですかね。とても綺麗です。まあ、記録的にもね取っておきたいというのがあったんですけども、葉の葉脈もね綺麗ですけど、とてもね綺麗なパールホワイトに近い色をしている感じじゃないでしょうかね。焼けてくるとねなかなかこの表情って見えませんからね。とても綺麗です。でね今ちょうど新葉がですね開いたのがこちらなんですよ。昨日までドリル巻いてたんですけども、今こちらが、開いた状態でね、若干緑が鮮やかというかまだ薄い緑をしてますよね。これもまた綺麗ですね。またいい新葉が出てきたもんだこれ。うん、とても綺麗です。ツヤツヤしてますね。あーまあね本当ボルシギアナホワイトのねファンにとってはたまらないなというような、表情かなと思います。はい、ではね次3の方に移ってみましょうか。はい、それでは3、2つを見比べてみようということで、まあ、贅沢に2つの品種を並べて、見比べてみるような感じになります。まあ、すでにね愛好家の方にとっては、目の保養になれば幸いなんですが、今後ねどちらにしようかなってね購入を検討されている方のね参考になれば本当いいかなと思ってます。まあ、私もですねメンターのところに行ってですね腕組みをしながらどちらにしようか迷った、時がありますが、結局、別々の日に購入してどちらもいるというねそんな感じになっております。やっぱりですねボルシギアナホワイトとても綺麗なんですけども、どうしてもこの斑の入ってる部分がね焼けるのが若干ねタイコンステレーションに比べればね早いかなという気はしますけれども、まあそれでも私はボルシギアナホワイト好きです。綺麗だなと思ってます。ね、タイコンステレーションはタイコンステレーションでとてもいいんですけれどもね、見てくださいこのようにボルシギアナホワイトの、ね、純白に近いホワイト、そしてタイコンステレーションのクリーム色に近いホワイト、ね、対照的ですけども、まあ、それぞれの良さがありますよね。綺麗だなと思います。ホワイトでありながらもこのようにね葉脈がねくっきりと浮き出ているようなそんな表情も伺えます。とても綺麗です、ね、そしてね、例えばね私はこのクリーム色がいいよと、そしてこの切れ込みが入ってこのドット型にね散りばめバラフがいいのよという方はねやっぱりタイコンステレーションがいいかもしれませんね。またはですねこのようにボルシギアナホワイトのこのホワイトが良くて葉の切れ込みとかね入り方のランダムに入ってくる入り方がいいのよという方はねボルシギアナホワイトをね選ぶかもしれません。そしてね私みたいにですねもうどうしようもなくなってですねどちらも購入してしまうというねオチになってしまってもいいと思うんですよね。それはもう皆さんの好みになるかなと思いますね。大いに悩んでくださいだけどまあねでも普通はねどちらか一方にする方っていうのがやっぱ多いかなとは思います。でも本当それぞれのね魅力がありますので、それぞれの魅力をね、自分の個性と重ね合わせながらですね選んでみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、今回はねそういった感じで、愛好家の方のですね目の保養になったり、またはね購入を考えてらっしゃる方の参考になればなと思って、撮影をしたような感じになります。それではまた会いましょう。バイバイ。